島原城の天守閣から望む島原駅、市役所方面島原市は、長崎県南東部の島原半島にある市、島原半島の中心都市。島原城や武家屋敷など旧城下町の町並みが残り、市内に有水群のある観光都市である。有明海を介して、フェリーや高速船で結ばれている対岸の熊本市や、大牟田市などとの関係も深い。 旧南高木郡、島原港から見たビザン島原市中心部周辺の空中写真。2015年5月1日撮影の13枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。島原半島の東端に位置し、西に、雲仙市、南に、南島原市と接する。市の西部には、 標高1483メートルの平成新山をはじめとした雲仙岳の山々があり、東向きに裾野が広がる。東は有明海に面する。東部の海岸沿いに人口が多く、国道251号と島原鉄道が海岸沿いを縦断する。島原市の地名を参照。 島原城江戸時代初期の1618年から7年の歳月をかけ松倉重政が島原城を築城したが、国高の規模の見合わない大城であったため松倉家の財政は破綻し、松倉家はこれを補うため日本市場で類例がない旧孔数民の重税をかけ、その減免を訴えた農民を一気税であると偽証して次々と拷問にかけ殺した。 さらには、キリシタン弾圧などの悪性を続け、1637年に、島原の乱が起こる。これにより、旧来の住民はほとんど全滅し、変わって、藩を統治した、高力忠だの移住政策により復興していくことになる。学者の説では、現代の島原市民はその大半が、農民による大規模な、島原の乱以降の移住者であり、 江戸期以前に、伝統的に島原で居住してきた人間の子孫はほぼ、存在しないとされるが根拠がなくて、歴史的にその事実が確認できない。しかし、ただふさの後を継いだ高市長は、藩の体制確率に躍起になったためか失勢が多く、幕府より都がを受け、漢文8年に改役となった。代わって、丹波国福地山派により、 不幸図松平氏の松平忠房が藩主となる。松平氏は五代にわたって島原を統治したが、藩延二年に下谷国宇都宮藩の戸田忠光が入り、入れ替わりで松平氏は宇都宮へ移法戸田氏は二代続いたが、安永三年に宇都宮へ移法されていた松平氏が再び戻って、来る。戸田氏も入れ替わりで宇都宮へ戻る。以後、 松平氏が八代にわたって統治した。この間、島原では産業が発達し文化が進み人口も伸びていった。当時、難しいと言われた島原の地であるが、ただふさ以来、領内は安定しており、土やクターダーだけによればその地勢の評価は高い。明治時代、廃藩地県によって一時的に島原県が設立され県庁所在地となったが、 島原県はすぐに長崎県に編入された。その後島原城も廃城となり破却された。半島の中央部にある雲仙風原岳は噴火を繰り返す活火山として有名である。1792年の噴火の際には微山の山体崩壊により島原大変非御迷惑と呼ばれる日本史上最悪の火山災害が起こり現在の 島原地域に大打撃を与え、非前、非後両国で1万5000人以上の死者が発生している。また最近の平成時代の災害では1990年11月17日に普賢岳が噴火した平成の島原災害がある。翌年の1991年6月3日には火災流が発生して報道関係者や世界的に有名な火山学者、 クラフト夫妻など43人が亡くなった。1996年6月3日に火山活動の収束が宣言され、それ以降は現在まで復興へ向けた取り組みが続けられている。地域の変遷については、行政区域の変遷を参照。消防不燃物処理権議会券の出先機関、警察医療保険所衆議院国の出先機関すべて、 私立もよりの高速道路高規格道路、一般国道県道広域の道白土こと、ビザン島原武家屋敷街島原市は、有明海を挟んで、熊本市の近方山や大牟田市の天城山と対峙する形なので、昔から長崎の放送局よりも、熊本や福岡のつぼねを受信することが一般的であった。ケーブルテレビは、長崎、福岡の各局を再送信している。 県域テレビラジオ局の取材拠点は設置されていないが、1991年の雲仙普賢岳火山活動期において、ラジオの NHK 島原放送局が設置され、1996年まで運用されていた。ありがとうございます。